カムペーンペット県はタイ、北部の県の一つ。スコータイ県、ピッサヌローク県、ピチット県、ナコーンサワン県、ターク県と接する。名前の意味は、金剛の城壁である。バナナの収穫祭ピン川が流れており、県の東側が川に削られた平地となっている。西側には、山地が広がる。県内の主要産物はバナナで、年に一度、 ホンダやベンツなどの外資企業から地元の屋台までが出資して非常に賑やかな収穫祭が開かれる。県内のラーアンクラブー群では原油を産出しており、隣接するピッサノローク県内のブンプラ駅から鉄道で積み出され、大中部の製油所へ輸送されている。14世紀カムペーンペットはスコータイ王国の直轄地であった。同時に軍事要所でもあり、 後のアユタヤ王朝時代もその城壁は維持された。現在でも城壁及び遺跡などが残っており、それらはユネスコの世界遺産に登録され、観光地として公開されている。検証圏名の意味、金合の壁がデザインされている。圏木はペグの木、圏下は三崎の花。カムペーンペット県の軍カンペーンペット県は11の軍に分けられ、その階に78の町。 823の村がある。ムアンカムペンペット軍サイガーム軍クローンラーン軍、カーヌーララックサブリー軍クローンクルン軍、プラーンクラタイ軍ラーンクラブ軍、サートウアッタナ軍パーンシラートーン軍、ブンサーマッキー軍コーサムピーナコーン軍。ありがとうございます。